丘陵の緑豊かな自然遊歩道を歩きます。地域の歴史と伝統文化を巡るコースです。地福寺は仙石山と称し、仙人がこの山にこもり修行に励んだと言われ、室町の時代に作られた市の重要歴史記念物国一禅寺座像が所蔵されています。小沢城は平安時代末期、稲毛の庄の領主稲毛三郎重成により築かれました。重成は源頼朝とも親戚関係にあり、他にも枡形城や作延城など多くの山城を持つ大豪族でした。小沢城は鎌倉幕府の北の守りとして戦略上重要な拠点で、多摩川を挟んだ分倍河原の戦いなど、たびたび合戦の舞台になりました。空堀や井戸の跡など今も城の遺構が残っています。次に尾根道を薬師堂へ向かいます。菅の獅子舞は毎年薬師様の命日である9月12日に近い日曜日、薬師堂境内の土俵で行われます。薬師堂は鎌倉時代、稲毛三郎重成が病死した妻を供養するため建立されました。その時子供たちに獅子舞を舞わせたのが始まりだそうです。五穀豊穣、疫病退散、天下太平など一年の無事を祈ります。天狗と獅子の4人で地元の子どもたちが舞います。
柘植の獅子舞保存会の指導のもと、年間を通して定期的に練習を重ねているとのこと。このようにして地域の伝統文化が次世代の子どもたちに継承されていくのです。